シャレ、おしゃれでしょ。ないベランダだったらできるね。でも吹っ飛びそうだよね。あ、桜が描いてある。あ、すごい虹が出た。ほら見て、素敵。うわ、これでしょ、濃くない。お母さん知らなく、この間遅かったからかな、来たり。うん、ちょっと買いたいものがある、早くしろって。お腹空いてんだよね。あ、こんなちっちゃいほら、クロボシさんもいる。なんかいっぱい揃ってる。でもね、今日はセダムを買いに来たからね。難しい、まだまだだね、わかりませんな。あれよりたくさん、ゆくえんさんももう寄せ植えにハマってて、寄せハマってて、とか可愛いのを作りたくて一生懸命頑張ってるんですけど、こんな感じで、でこのね、その周囲にね、周りにこうなんか絨毯のように敷き詰めるセダムちゃんを買いたし、持ってなかったので、メルカリとかで買ったカット苗のセットの中にちょこちょこっと入ってるやつをこう使ってるんですけど、やっぱりね、足りないんですよ。もうこれでギリギリで、もうなので、ちょっと今プレゼントに2つ作ろうと思っている、プレゼントをしたかったので、プレゼントというか身内になんですけど、あープロプロしちゃう、途中までやったんですけど、やっぱり足りなくて、周りのね、ここがこういうちょっと同じ感じで色違いでそれぞれ作ってるんですけど、これもうやっと1個2個とかになっちゃったので、これが欲しくて、まあこれからの季節増やすのにもちょうどいい季節だと思うので、ちょっとセダムだけ欲しくて、もうホームセンターに全然売ってないんですよね。ホームセンターはやっぱり単体なの、イケベリアとか、ね、まあ、セダムもあるし、このちまちまの細かいやつがあんまり売ってなくて、買ってきたのがこのセダムのちまちまセダム 1,2,3,4,5,6 種類ですね。もうこの周りにねつけたいなと思う。もう玄関がね、多肉グッズで、こっちちょっと多分映ってると思うんですけど、リネカンもだいぶ待ってます。棚もできてしまいました。だからどうしようかな、どうやってやろうかな。これ圧迫感あるね、なんか新聞紙とかにすればよかったね。ちょっと買います。すっごいしわくちゃだけど、よいしょ。これね、なんかイベントで昔、キルトのイベントとかでテーブルの上に引いてたやつなんですけど、あ、じゃあちょっと買ってきたのを紹介しようかなと思います。このセダムと別に買ってきたの子たちをね、紹介していこうかな。そう、何気にね、なんか持ってなかったんですけど、私、あ、危ないね、落ちちゃう。乙女心ちゃんでね、結構今回いろんなとこかの、お肉園さんとか伊藤グリーンさんのとか苗も入ってたので結構見てたんですけど、長女と行ったので、長女に同じ値段だったし、伊藤グリーンさんの乙女心とカクトロコさんの
大人のこといろいろ見つつ、どっちがいいとかって比べながら、ね、こんな真っ赤な可愛いのが結構ぴょんぴょんしてて、ね、可愛いの買いました。あ、こっちにもそうだ、もう、あ、こっちかも、こっちがゴールデンなんとかかも。あ、違うな、これは名前書いてある。万年草アウレウム、ヨーロッパ万年草アウレウムっていうみたいです。これかわいいよ、ちょっと黄色がね、これも同じ値段だったんで、ちょっと少なくてちょっと高級な感じですね。かわいいよね、こんなちょっと一緒になってたら。もうね、これは長女がこれかわいいって言って、あれなんだっけ、多分見てる皆さんわかってると思ってです、はい。マッコスだったっけ、マッコスだったかな。これも大きいのが2つののと、こう群生のと選んでもらって、娘がこっちがいいっていうのでこっちにしました。そしてこのね、なんかちっちゃい黒帽子、どっちが正解かわかんない、さんがね、ちょっと可愛くて、これなんか寄せ植えに入れたら可愛いよね。であとね、これがね、木の皮、これはね、名前で買いました。なんか面白いねって娘も言ったんですけど、これ名前で買いました。木の皮ってね、ちょっとあれピントが、去年旅行に行った長崎で行ったね、レストランの名前と一緒だったので、なんとなく買った名前で買いました。伊藤グリーンさんのね、なんだっけ、ティッピーです。ティッピーなんかもっと大きいのは、すごい高級なお値段のもありました。これもなんかかわいい、名前はね聞いたことあったんだけど、コミックトム、ヒュッとヒョロッとしてかわいいよね。なんか乙女心っぽい雰囲気もあるけど、あのこんなラインナップで購入してきました。ごめんね。ただね、ちょっとね、ホームセンターより同じこの角トロコさんの苗とかでもちょびっと高いんだけど、ザファームさんはでもちゃんと外で管理されてるから綺麗な子が多いですね。あのちょっと一個ホームセンターので徒長しちゃったやつを撮ったんですけど、どっちが先にアップできるかわかんないんですけど、それをと比べるとやっぱり断然あのザファームさんにある苗の方が綺麗ですね。あのお外とかね、あのプロの方っていうか知識のある方があの育ててらっしゃるので、これがコーラル、これ多分色がこういう風に変わるの、どうしたら変わるの、でもなんか青いのっていうか緑のも中にいるんだよね。日が、あ、これ違う子、違う子が入っちゃっただけか、隣の子か、失礼しました隣の子でした。でもなんかね、同じ名前で違う色があったんですよ、多分そうだね、こっちでした、入ってるよね。そしてこれも、ちょっと名前がちょっと書いてないもんね、セダムしか書いてないからちょっと怪しいんですけど、ね、これからの季節この子たちも増やしたいのでうまくできるかわかんないですけど、地植えに向けてもちょっと頑張ろうと思います。ちょっとフレスポイナゲも同じ敷地内にダイソーもあるんですよ、結構広いので、あのね、これが欲しかったの、結構ね、これね見つかんないんですよね、100均で私なくて、やっと見つけました、嬉しい。土入れ地味にあの探していて、2つ入りこれをダイソーで見つけましたのと、なんかね、これはあのなんだっけ、カットした苗をちょっと乾燥させるときに立てるのに、いつもあのなんだっけ、ここにチロッと見えてるかな、見えてないかな、あのペイントするときにも乾燥させるのに使うんですけど、ちょっとそれだとちょっと両方で使えないので、ちっちゃめのを
買ってきました。このバーベキュー網を、人間焼き網って書いてある。それとあとこれ、このなんかあの平たいスコップ、なんかいっぱい作れそうな感じで良かったので、なんかね、こあそこのフレスコのダイソーは充実してましたね。でこれも結構100均のって結構でっかいのは200円のだったりするんですけど、これ何 15のお皿、すごいの大きいやつ作業しやすいかなと思って、大きいのが200円でこの間買わなくてよかったと思って、こんな感じで買ってきましたので、ちょっとこの子たちに周りにセダムちゃんをつけてあげようと思います。よいしょ、うまくできるかな。よいしょ、あ、今回はちょっとシールは後で剥がします。